こんにちは、マセノキョンキヨンです。今回は109回薬剤師国家試験攻略メソッドの109回薬剤師国家試験の3月の勉強スケジュール過ごし方についてお話ししていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず対象者ですね、現役薬学部の新6年生、そして国試浪人生、予備校通学、予備校ウェブ、卓浪の方が対象となります。利用するための注意点ですね。各月の勉強スケジュールは、薬剤師国家試験に合格するためのペースメーカー的な立ち位置で活用してください。そして109回薬剤師国家試験までの残り時間ですね。はい、3月に入ると残り11ヶ月間となります。こちら1ヶ月を30日と例えて、残り7920時間ですね、24時間で。ただ、実際の残り時間は、こちらの7920時間から、睡眠時間とか、卒論、卒検、卒業、試験とか、国試勉強以外の時間を引くと、だいたい1日10時間ですね。こちらが勉強時間となります。なので、実際の残り時間は、3300時間となります。7920時間と比較しても半分以下になってますね。思っているより勉強時間はないということを頭に入れといてください。3月の勉強スケジュールですね。まず、薬剤師国家試験の過去問10年分を準備して、必須理論実践問題を解いていってください。まず1週目は、問題を解いた時に、丸三角×を記入してください。問題文を読んで、選択肢を見た時に、問題文及びすべての選択肢の語句を説明できたら丸。問題文を読んで説明、選択肢を見たときに、問題文及びすべての選択肢の語句の中で説明できないものがあれば三角。問題文を読んで選択肢を見たときに、問題文及びすべての選択肢の語句が説明できなければ×を書いてください。まあ、書くところというと、まあ、例えば、必須の問1を見るときに、三角だとしたら、問1の隣に三角と書いてください。そして、文章とですね、まあ、必須だと、1、2、3、4、5で、まあ、これは何って、1対1対応の問題になってくるので、例えば、まあ、語句があって、まあ、薬理の問題で、違う薬理作用基準のものがあるとして、で、その一つの薬剤を見て、作用基準とか説明できたらまあ丸。×なのはわかるけど、作用基準とわかんない場合は、まあ三角等を記入してください。1から、丸1から丸5の隣ですね。そういった意味です。ポイントとしては、順番は必須実践理論の順に解いてください。科目は1日3教科が望ましいです。1週目は丸三角×の記入のみで解説は読み込まなくて大丈夫です。こちらが3月の勉強スケジュールとなります。3月の過ごし方ですね、3つあります。長時間勉強することに慣れること。2つ目は各科目の自分自身が解けない問題、内容を把握すること。そして3つ目が適度に遊んでおくということですね。まず1つ目の長時間勉強することに慣れることというのは、まあ、これから109回本番まで11ヶ月間という時間があります。なので、まあ、その時間で、まあ、勉強をずっとすることになるので、まあ、その集中力ですね。まだ勉強でずっと、例えば10時間、ぶっ通しってるのは、まあ、効率悪いですけど、その10時間を集中できて、まあ、こまめに休憩入れてもいいんですけど、集中力を保って勉強できるっていうのにも準備が必要です。まず2時間頑張って、1時間頑張ってみる。次は2時間頑張ってみるっていった、そういった勉強習慣ですね、をつけることが大切になってきます。まあ、最初は慣れないので、すごい疲れると思います。まあ、それを慣れさせることによって長時間集中できてくるので、まあ、そちらですね、慣れていってください。
そして2つ目ですね、各科目の解けない内容等の把握ですね。まず適用を知ること、過去問10年分の問題等を見て、自分自身がちゃんと内容、問題、語句等を理解できているか知っているかっていうのをまず確認してください。で、知っていたらもうそれは基本的には解く必要ないですね。もう知っているので、その語句について説明等できる状態なので、試験になったとしてもそれはもう答えられる状態なので、もう勉強する必要ないです。で、勉強する必要がないものっていうのも把握する必要があります。もう勉強する必要がないもの、もう知っているものに関しては省いてもらっていいので、その時間がもったいないですね。知ってる問題をさらに知るっていう行為はもったいないです。あやふやな知識、そしてわからない問題っていうのをわかるようにするっていうのをずっと繰り返していくので、その時間がすごい大変なので、あやふやな知識をちゃんとしっかりした知識に定着させることっていうのと、全然わからないものをわかるようにするっていうのはすごい時間かかるし、かなり面倒な作業なので、まあそちらをすることによって点数につながっていくので、まあそちらですね、を考えて、まず問題を選別することですね。わかるものと、微妙なものと、全然わからないものを区別するっていう作業ですね、をしていってください。そして三つ目、適度に遊んでおくということですね。まず一つ目の、長時間、これから11ヶ月間ずっとぶっ通してやっていくので、まあ、そのためには、まあ、ある程度、まあ、心の余裕というかを最初のところで補っておく必要があると。どうしても長距離なので、マラソンなので、ずーっと同じペースで走るって結構大変です。なので、ガス欠起こしたりするとすごいもったいないので、適度に気分転換等ですね、今のうちにやっておくべきことはやっておくと。で、それをやり終わったら勉強に身を入れるということですね。まあそういった切り替えっていうのはすごい大事なので、今の時期はまず10年分の過去問等を持ってない人はまず揃えること、揃えてその問題を見てみて、自分の解ける問題、解けない問題、そういった知識について知ってるか知らないかっていうのを確認する。そして適度に遊ぶ。これを3つがすごい大切になってくるので、こちら、参考にしてみてください。はい。ということでですね、今回は109回薬剤師国家試験攻略メソッドの109回薬剤師国家試験の3月の勉強スケジュール、過ごし方についてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。マサ46494の YouTube チャンネル登録、 Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。